はい、どうも、コントロール上限120超えが当たり前になりそう、ミストです。はい、本日はですね、あるキャラのバランス調整予告が来てるということでですね、そちら皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、もうこれは別バージョン確定だろっていうね、キャラが来ておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。で、毎回ね、このね、更新とともに、しれっと来るんだよね。しれっとさらっと、こうやってね、ゲームの調整についてと来ております。さあ、安い石と覚醒応援パックの下ですね。はい、しれっと司令塔でございます。この固有ボーナス分かった方は、はい、相当なパワープロ好きかなというふうに思っておりますが、はい、見ていきましょう。そのキャラが、こちらですね。明神ということで、いや、これはね、あの人気投票のね、時も、僕はどうせ別バージョン出るだろうみたいなコメント残してたんで、まあ、これさすがに来ると思います。今のね、もう通常バージョンの段階でもめちゃくちゃ強いんですが、さらに強化プラスね、はい、別バージョンは来るかもしれないということでね、まずどんな調整が入るか見ていきましょう。まず一部の戦友たちで経験点が単純に増加いたしますと。で、一部の SR 以上専用イベントについて、投手なら、オリジナル九州、ミオストレートの獲得成功率が高くなるよう変更を行います。また、ミオストレートを獲得しない方を選択した場合は、超特殊能力、クロスキャノンの骨レベル1が取得できるようになるということでですね。はい、これだから実質、金徳2種になるのかな？強心臓プラスクロスキャノンといった感じになるっぽいですね。てか、それがマジで強いね。うん。あの、明神の懸念点って、今の段階だと、あの、強心臓しか取れないっていう点にあったんですよね。はい。それが、金徳2種になるっていうのはね、これは、かなり激アツなんじゃないかな。今ね、強心臓枠、全財が流行っておりますけども、これによって、明神も全然ね、はい。全財と肩を並べる、いや、それ以上になる可能性を秘めてるといった感じですね。はい。で、一緒にセレジュ戦イベントについて、野手なら成功率が高くなるよう変更を行います。どういうことこれ、野手なら成功率が高くなる。ん？野手金徳が、あれ野手金徳なんだっけ、まあ後で見ていきましょうか。はい。で、イベントパワーこんな感じになりまして、で、さらに掘りすぎのイベキャラメント調整も来ておりますということで、マジでこれ古代高校来ちゃう。経験点増加、体力回復の変更を、体力が減少しないように変更を行いつつ、経験点増加して、成功すると体力が減少しないように変更を行い、野手ならローリング打法のコツレベル1、当初の魅力活力コツレベル1で取得できるよう変更を行うといった感じですね。はい。で、全体的に体力の減少量が緩和とかね、諸々の調整が入っておりますということで、掘りすぎ金徳なんだったっけな、これも後ほど見ていきましょう。確かね、カジマのバカ力だったと思うんですよね。で、ローリング打法が増えるということで、これね、前々から言ってるんですけども、新ローリング打法そろそろ来てもよくないですか。うん、結構ね、今のエジプト環境でも技術の吐け口としてめちゃくちゃ強いと思うんですよね。ローリング打法が二次特化したらね。うん。まあ、そんなところにもね、ぜひ期待していきたいかなというふうに思っております。はい。で、ちょっとこの2キャラ見ていきましょうか。ちょっと掘りすぎ出してくるの忘れちゃった。掘りすぎ、俺いたっけな？筋力で。あ、多分倉庫にいますね。掘りすぎが、久々に使うな。使うっていうか、掘りすぎをそもそも持ってる人少ないんじゃないかな。いるはず。確か45にした記憶はありますね。あ、いたいたいた、オッケー、いてくれてよかった。はいはいはい。で、あれ、どこ、あ、いたいたいた。はい、ということで、まずは明神ですね。はい、もう今でもバリバリ強いんですが、急速筋力の後追いべ、二刀流のキャラですね。はい。で、筋徳がミオストレートプラス、みなぎる活力、または強心臓、野手な逆襲となっております。だから、ここにクロスキャノンが増えるといった感じかな。で、野手の時成功率上がるっていうのはちょっとわかんないですね。筋徳骨1が3になりやすいってことかな。なんかわかんないですけどね。はい。で、能力がめちゃくちゃ強いです。伸び、ジャイロ、重い球、球持ち、緩急。野手骨、っていうか野手能力も高いですね。はい。緑徳のモリモリ。で、テーブルは、解放するのは結構優しいテーブル。うん。40ないし35でも全然使えちゃうテーブルですね。はい。なんで、まあ、そうだね。このテーブルを引き継いだまま、別バージョン出てきてくれたら非常に優しいと思います。まあでもさすがにないかな。さあたりしおり一郎テーブルとかで普通に来そうですけどね。はい。で、地味に活力上限の査定、
持ってますんで、これね実は投手育成でもちょっとは査定に反映されます。はい、カード101になることによって査定が60ほどかな、なんで青強い青得1個分くらいのね、査定がありますので、はい、ここもかなりね地味に優秀かなという感じになっております。はい、なんでスタミナ上限の査定プラス、まあ筋得2種になって、さらに肩上下の査定もあるっていう風に考えると、全財型よりかはね、はるかに査定面は上がるんじゃないかなという風に思っております。はい、明神型にするとスタミナを106にできるっていうのも強いんですよね。はい、でまあ別バージョンになった時に上限がどうなるのかっていうところにも注目したいですよね。だ今までの傾向で言うと、まあ、同衛とかのね流れを見るにスタミナ上限プラス4になったりとかは全然あるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で別バーになったらどうなるんだろうね。強心臓を引き継ぐのかな。でこのミオストレートがどうなるかだよね。なんか新ミオストレートとかになるのかな。ちょっとねゲノム高校おそらくコンシューマー版で出てると思うんですけど、そこを私全然やってないんでわかんないんですが、だからそこで明神がなんか別場になった姿とかが出てるようなのであればね、ぜひね教えてほしいなと、コメント欄で、ぜひお願いいたします。はい、でまあこのワンチャンサポートボーナスなんていうところもなくはないと思うんでね、まあ、そこも楽しみかなというふうに思っております。で何より明神が強いのはゆかりの地が京都なんですよね。はい、これがねかなり大きいかなというふうに思っております。京都はねめちゃくちゃね物件が高いということで、それが3割引きになるのはかなり大きいですね。うん、どうしても筋力ポイントがねめちゃくちゃ必要なんで1回で独占っていうのは無理なんですけども、まあ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 独占しやすくなるという意味では、その物件買って3割引きされますんで、実質経験点が上がることと同じなんですよね。なんでまあ環境最前線に来そうですね、もし別バージョンが来るのであれば。そしていつ来るのか、このまあ春のねガチャが激アツすぎましたんで、まあちょっとね間を空けてほしいかなというふうに思いますけども、まあ例年流れで言うと5月ゴールデンウィークあたりに来るのかなとは思ってますね。でまあもうさらっときた掘りすぎはまあ軽く流していきますけども、はい、金徳は不屈の魂、降格法、降格法もあったね、カジュマルカジからといった感じですね。でここにローリング打法が増えるといったところか。はい、でまあね古代高校のキャラということで、まあ桃鉄高校の地方決勝で戦うことになるんですけどね、まあ、今ちょっとピンちゃんサクッとバグで結構ねサクッと選ぶとね負けてしまう恐れもある高校なんですけども、まあこの古代高校といえばやはりねエースの雪の楓ちゃんがいずれ来るんじゃないかなとは私思ってるんですけどね。サクスペでは精密機械だけなんだ、はい、一種しか取れないんですけども、もしアプリ版に来るとしたら精密機械プラス何回になるという感じになってくれたらまあ最高かなっていうところですよね。はい、まあ雪のちゃんも来るって考えると、どんどんね桃鉄高校のデッキ、まあ環境は強化されていくということでですね、まあ、そこも非常に楽しみかなというふうに思っております。はい、まあ、明神は結構ね前々からパワープルやってるという方はですね、大切にね45-50になってもね SR、PR、R とね取っておいてる方たくさんいらっしゃると思うんでね、まあ、解放なんなりとできると思いますんで、はい、登場を待ちましょうと、別バーを待ちましょうということでですね、今回は明神別バージョンフラグ予告を皆さんと一緒にお話しさせていただきました。ぜひチャンネル登録とね高評価よろしくお願いいたします。では失礼します。 See you。